新生キンプリの課題、ヒラの使用不在で失われた魅力と、新番組、ントロの課題、キング、プリンス、以下、キンプリがキシユータ、ジングジユータの脱退に続き、ヒラの使用の脱退で再びメンバー構成が変わり、新たな課題に直面している。これに伴い、新たなデュオでの活動となるが、テレビ関係者からは、その魅力の減少や番組の課題が指摘されている。本校では、 新生金プリの課題となる要因、特にテレビ番組、筋トレに焦点を当て、業界関係者の意見を交えながら考察する。新生金プリの課題。金プリはもともと6人組で活動していたが、岩橋元気の脱退を皮切りに、メンバーの脱退が相次ぎ、現在は高橋海斗と長瀬角の寮として活動している。これにより、金プリが失った要素として、 ヒラの仕の不在によるバラエティ要素の減少が挙げられる。テレビ業界関係者によると、平野、もしくは騎士という、グループに一人は置いておきたい天然キャラがいなくなってしまったことで、バラエティ要素が極端に薄れてしまった。との指摘がある。これまでのキンプリは、メンバーそれぞれが個性的なキャラクターを持ち、それがグループの魅力の一因となっていた。しかし、その中でも特にヒラの仕は天然キャラとして知られ、 その存在感が番組やメディアでの注目を集めていた。一方で、現在の両構成ではこれらのキャラクターが欠如しており、その結果、ファンや視聴者からは一部の魅力が失われたとの意見が広がっている。新曲、何者と個性の不足。新キ金プリは6月21日に13トンエッジシングル、何者を発売する予定だが、これに関しても懸念の声が上がっている。業界関係者は、 先輩寮である近畿キ,キッズと比較して、新生キンプリの個性が足りないと指摘している。近畿キ,キッズの堂本剛と堂本一は、異なるキャラクターと歌声を持ち、そのハーモニーが人気を博しているとされている。しかし、新曲、波物については、長瀬と高橋の性質が似ており、寮としての魅力が薄いとの意見が出ている。この指摘からもわかるように、 新生金プリはメンバーそれぞれの個性をより強調し、魅力を引き出す努力が求められていると言える。新番組、筋トレの課題。新生金プリが挑戦する新番組、筋トレも注目されているが、その懸念点も見逃せない。番組はお金にまつわる疑問を徹底調査する、新経済バラエティーとして位置づけられているが、テレビ業界関係者は番組に対していくつかの課題を指摘している。 まず、番組には劇団一人やアンタッチャブル山崎博也などの補助的な役割が配置されているが、これが逆にメンバーの仕切る力を妨げる可能性があるとの指摘がある。番組進行上、仕方がないとはいえ、メンバーが番組を主導できる力を培う上で、これが課題となる可能性がある。また、筋トレは以前の番組、キングプリンスルと同じ枠で放送されているが、 その後のゴールデン進出の可能性については低いとされている。これにより、キンプリがゴールデンタイムでの露出を減少させる可能性が浮上しており、これも課題として挙げられている。新生キンプリはメンバー構成の変化や新番組の課題に直面しているが、これを乗り越えるためにはメンバーそれぞれの個性をより強調し、ファンや視聴者に新たな魅力を提供する努力が欠かせない。また、 番組においてもメンバーが自らを主導できる力を養うことが求められている。これらの課題を克服することができれば、新生金プリがさらなる成功を収めることが期待される。ファンや関係者は、彼らの成長と今後の活動に期待を寄せていることだろう。